みのり、そんなにじっと見つめられるとちょっと練習しづらいんだけど。ごめん、歌ってるはるかちゃんってやっぱりキラキラしてるなーって。それにはるかちゃんみたいなアイドルになりたいっていう気持ちがもっともっと大きくなるっていうか。ありがとう、みのり。でも今の私がいるのはあなたのおかげなのよ。みんな、今日も配信お疲れ様。お疲れ様。今日はみのりのコーナーが冴えてたわね。アドバイスの仕方もだいぶわかりやすくなってるし。私、今までは伝えたいことが先走っちゃって上手にアドバイスできなかったんだけど、どうやったら見ている人にわかりやすく伝えられるのか、はるかちゃんがコツを教えてくれたんだ。まあ、そうだったのね。なるほどね。はるかのアドバイスがあったんなら納得だわ。本当に少しアドバイスしただけだよ。みのりも飲み込みが早かったし、これからもっと上手くなれると思う。はるかちゃん。ええ、喜んで。あれ、もしかして昔握手会に来てくれたことある？うん、いつも丁寧な手紙を書いてくれてたでしょ。だからよく覚えてたんだ。私こそ昔から応援してもらえてすごく嬉しいよ。これからもよろしくね。もう知っているかもしれないけど、これからはモアモアジャンプのみんなと頑張っていくから、グループのことも応援してもらえたら嬉しいな。はるかちゃんすごい、急に話しかけられてこんな神対応できちゃうなんて。ええ、さすがね。アスランのファンもすごい数いるでしょうし、みんなの顔を覚えるのも難しいはずなのに。プロ意識が高い証拠ね。みんなお待たせ。待っててもらってごめんね。はるかちゃん、やっぱりはるかちゃんはアイドルの中のアイドルだよ。え、どうしたの、みのり。おはよう、はるかちゃん。ああ、おはよう、みのり。あれ、みのり、前髪ちょっと切った？うん、ダンスの時ちらついて気になるなって思ったから、とりあえずお母さんに切ってもらったんだ。そうなんだ。すごく自然な感じでまとまってるし、お母さん切るの上手なんだね。ありがとう。まさかはるかちゃんが気づいてくれるなんて。今日の練習いっぱい頑張れそう。はるかは動画一本撮れちゃうくらいしっかり企画書を仕上げてくるから頼りになるわ。ええ、そうね。大したことないよ。いつもみのりが面白い企画を作ってくれるから、それを参考にしてみただけ。いつもありがとう、みのり。はるかちゃん。はるかちゃんもどうぞ。ありがとう、すごくかわいい。そんなに喜んでもらえると嬉しいな。あ、いたいた。志保、ほなみ、よかったら一緒に遊ばない？はるかちゃんがペンギンさんの浮き輪ボートを持ってきたんだって。志保ちゃんたちもよかったら乗ってみようよ。みのり、そんなに大声で言わなくていいから。それで小羽のすごいところは、初心者ではかなり大変な量の練習を最初の頃からきっちりこなしてきてるところでさ。あんちゃん、恥ずかしいからその辺で。小羽のことを話し出すとあんは止まらなくなるね。小羽ちゃんいいな。私もはるかちゃんが堂々と誇れるような仲間になれてたら。あ、そうだ、せっかくだしさ、はるかが感じるみのりちゃんのいいところも教えてよ。
え、あんちゃん、いきなりそんな。もちろんいいよ。まずみのりは明るくていつも笑顔だから見てるこっちも笑顔になれるの。それから、はるかちゃんストップ、それ以上褒められたら爆発しちゃうよ。あ、そういえばみのりがどこにいるか知ってる？探してるんだけど見当たらなくて。あ、みのりちゃんならさっき。みんな、ただいま。あ、おかえりなさい。大丈夫？うん、司さんに励ましてもらっちゃった。心配かけちゃってごめんね。みのり。あ、はるかちゃん、よかった、本番前に会えて。どうしても伝えたいことがあったんだ。え、伝えたいこと？うん、今日ステージに立つのはみのりだけだけど、みのりは一人じゃない。私たちも応援してるから。だから何があっても大丈夫。みのりらしく笑顔でね。はるかちゃん、ありがとう。私頑張るよ。頑張ってステージの上から希望を届けてくるね。あずさわさん、いい？うん。じゃあ、ごはね、よろしくね。こちらこそ、はるかちゃん。あれ？もしかして小羽、ちょっと照れてる？だって。わかるよ、小羽ちゃん。はるかちゃん、すごくかっこいいし、かわいいもんね。私も今は慣れたけど、最初名前で呼ばれた時はドキドキしちゃったな。そんなに？へえ、小羽ってばはるかにドキドキしてるんだ。わあ、見てはるかちゃん、あのクレーンゲームのワンちゃんすごくかわいいよ。あ、ほんとだね。ふかふかぬいぐるみシリーズだって。いいな、すっごくふかふかで気持ちよさそう。でもうちにはサモちゃんがいるし、そもそも取るの難しそうだな。そうだね、思わぬ出費になっちゃいそうだし無理は。あ、はるかちゃん、ワンちゃんの後ろにペンギンがいる。かわいい。あ、でもあの場所じゃ絶対に取れないよね。そう、無理はいけないし。お店の人に言えばやりやすい位置にペンギンさん出してくれると思うけど、どうする？え、本当？じゃあちょっとだけ試してみちゃおうかな。うん、じゃあお店の人に言いに行こう。今日は誘ってくれてありがとう、みのり。すごく楽しい一日を過ごせたよ。うん、こちらこそ来てくれてありがとう。何もできなくてごめんね。私もごめん。え、なんではるかちゃんが謝るの？みのり、今日ちょっと元気なかったよね。何か無理させちゃってるんじゃないかって思ってたの。無理とかじゃないんだけど、あのね、今日あんちゃんが昔のはるかちゃんの話をしてくれたでしょ？うん。その時ね、私はるかちゃんのこと何も知らないんだなって思ったの。え？あ、もちろんアイドルのはるかちゃんのことなら誰にも負けないくらい知ってるよ。でもアイドルじゃないはるかちゃんのことは何も知らないんだなって今日気づいたんだ。ジェットコースターが好きなこともかっこいい服も着こなせちゃうところも負けず嫌いなところも全部今日初めて知ったんだ。みのり、憧れのはるかちゃんの近くにいて知らなかったことがこんなにたくさんあるんだって思ったの。それで私の知らないはるかちゃんを
たくさん知ってるあんちゃんが羨ましくて、何も知らなかったことが寂しくて、それで今日無理してジェットコースターに乗っちゃったんだ。そうだったんだ。そんなこと考えてたんだね。あ、ごめんね。こんなこと言われても迷惑だよね。あの、全然忘れてくれていいから。ううん、忘れないよ。だってすごく嬉しいから。え？嬉しい？うん、だってみのりがアイドル以外の私を知りたいって思ってくれたんだから。みのりはファンとしてじゃなくて、友達として私のことをもっと知りたいって思ってくれたんだよね。それってすごく嬉しいことだよ。本当？うん、話してくれてありがとう、みのり。でも、もう無理はしないでね。今のままのみのりが、私は好きなんだから。はるかちゃん、ありがとう。私、これからはるかちゃんのこと、たくさん勉強するね。それで、いつか誰よりもはるかちゃんに詳しくなるから。ありがとう。私にも、みのりのことをたくさん教えてね。着付けはこれで問題なさそう。みんなは大丈夫？はるかちゃんの巫女さん、神様ありがとうございます。みのり、今日のあんたはファンじゃなくて巫女なんだからしっかりしなさい。長谷川さんはどうしているのかしらね。少しでも回復してくれてるといいな。そうだね。あれからメールも来てないし。あれ？長谷川さん？え？長谷川さんからメールが来てる。私、開いてみるね。なんて書いてあるの？先日はありがとうございました。はるかちゃんが話しに来てくれた日から、一人でたくさん考えてみました。私の曲で誰かを傷つけてしまうことが怖くて、曲を作ること自体が苦しくなってしまいました。でも、考えて考えて、私はどんなに苦しくても曲を作ることだけは諦めたくないと思いました。本当にありがとうございます、はるかちゃん。まだひどいことを言われる時もありますけど、ちゃんと応援してくれる人たちを大事にして頑張っていこうと思います。あ、まだ続きがあるみたい。最後にあの曲を完成させたのでお送りします。私のことを支えてくださった皆さんへ感謝の気持ちも込めて作りました。気に入るものになっていたら嬉しいです。だって、まあ、どんな曲になっているのかしら。よし、みのり、今すぐ再生よ。了解です。再生。最初の時よりもっとグッとくる曲になってるわ。希望を届けたいっていう私たちと長谷川さんの気持ちが一つになったみたいね。うん、これもはるかちゃんのおかげだね。さすがはるかちゃん。本当に良かった、はるかちゃん。はるかちゃん。なんであんたまで泣いてんのよ。だって長谷川さんが元気になってすごく嬉しいし、はるかちゃんって本当に本当にファンのために全力な最高のアイドルなんだなって思ったら、つい。それは確かに間違いないわね。昨日は目標の3キロ走り切れたし、
この調子でトレーニング頑張るぞ。でもはるかちゃんは5キロを朝夕で2回走ってるんだよね。いつかは私もそのくらい走れるようになりたいな。みのり、焦っちゃダメだよ。アイドルは一日にしてならずなんだから。はい、はるかちゃん、花里とみのり、焦らずマイペースで頑張ります。あれ、でもマイペースじゃダメなのかな。みのり、何一人で喋ってるの。あら、今のトラック、最近デビューしたアイドルグループの子たちの写真貼ってあったわね。ええ、歌も流れてたし、宣伝車ね。宣伝車か。そういえば、はるかちゃんたちアスランの宣伝車をどうしても撮りたくて、 SNS の目撃情報を頼りにあっちこっち追いかけたことあったな。そのはるかちゃんとアイドルをやろうとしてるって昔のみのりちゃんが知ったらびっくりしちゃいそうね。そうだね、心臓止まっちゃうかも。みのりの場合、比喩が比喩に聞こえないから私もちょっとドキドキしちゃうな。どう、はるか、ボートに乗った気分は。大丈夫、水しぶきが跳ねて顔に当たって気持ちいいよ。はるかちゃんも普通に乗れてるみたいね。このままじゃ本当に私の心臓が大丈夫か試すだけの特訓になっちゃうよ。見てくれているみんなもお待ちかねだろうし、早速そっちも試してみましょうか。はるか、アイドルスマイルいただくわよ。わかった、任せて。さすがははるかね、このまま炭酸飲料の PR ポスターになってもおかしくないわ。コメントの反応も雫に負けず劣らずって感じだけど、みのり審査員的にはどうかしら。みのりちゃん、ごめん、心臓が止まりかけちゃってた。はるかちゃんって何でも似合うけど海が一番似合うよね。青いペンライトがいっぱいのステージにいるみたいで、水しぶきとか合わせてもほんと一枚の絵みたいで、写真にして大きく引き伸ばして額縁に入れて家の一番広い壁に飾って、毎日おはようとお休みを言いたいって思っちゃったよ。あ、でもそれってほぼはるかちゃんと一緒に暮らしてるみたいな感じになっ。はいはい、ちょっと何言ってるかわからないけど、はるかのスマイルはみのり的に何点なの。もちろんしずくちゃんと同じ100億点だよ。あのね、あのね、6時からはるかちゃんの番組があったの忘れてたの。今日は重大発表があるって言ってたから、どうしても見たかったのに。リモコンどこだっけ、こんな時に限って見つからないよ。あ、ほんとだ、あった、ありがとうお父さん。よかった、間に合った。大切なお知らせだから絶対に見逃さないでね。はるかちゃん大丈夫だよ、ちゃんと見てるから。重大発表って何かな。前の曲出てから結構経ってるし、新曲だったりして、気になっちゃうね、サモちゃん。来た。はい、私たちアスランはこの度、新曲「乙女なハニーマスタード」のリリースとともに全国ライブツアーが決定いたしました。
ブ。お母さん、ライブだって。みんな、声出してる？もっと一緒に楽しもう。やっぱり、はるかちゃんはすごい。全然目が離せなくて、テレビで見るよりもずっとキラキラしてて、モヤモヤしてた気持ちも全部飛んでっちゃうよ。はるかちゃんの笑顔に、歌う姿に、すっごくすっごく元気がもらえる。私ももっと一緒に歌いたい。はるかちゃんの歌を、ダンスを、パフォーマンスをもっともっと盛り上げたい。それでこの好きって気持ち、はるかちゃんが大好きって気持ちをはるかちゃんに届けたい。はるかちゃん、はるかちゃん大好きだよ。はるかちゃんみたいなアイドルになれる自信なんて今はないけど、やっぱり私もステージに、あのステージに立ちたい。はるかちゃんにもらったように、私も誰かに元気を届けたい。届けたいけど、一番の思い出にしようよ。だから難しいことは考えないで一緒に歌おう。一緒に歌おう。私も一緒に歌いたい。はるかちゃんの隣で歌って